寝ながら開運、八白土星の3月の運勢と開運法です。今年1年貫入ということで、八白の人はね、ちょっとビビっているというか、大丈夫かな大丈夫かななんていう風に過ごしているかもしれませんけれども、3月は安心してください。とてもね、良い月だと思います。4月はですね、本当に1年の中で一番辛いところにやってきます。それはまあ冬の時期だということですね。四季は冬の後には春が来ますから、まあこれは順番だと思っていただいてね。冬には冬の過ごし方があれば、そんなに恐れることはありません。この3月は物がよく見えます。周りのことがとてもよく見えます。よく気づくし、反対に周りからもあなたのことが見られています。ですから、あなたの頑張りを認めてもらえたり、今までやってきたことを褒められたり、そんな一月じゃないかなと思うんですね。もしかしたら臨時収入もあるかもしれません。良い評価を受けて、それによってね、ボーナスがもらえるみたいな感じのことがあるかもしれませんね。やっぱりある意味、認知してもらうであるとか、褒めてもらうということはやる気になります。八白の方は上から目線だというふうにね、言われていますし、自分がこれをやったんだよなんていうことを周りの人に自慢したりということはなかなかないと思います。人が見ていようといなかろうと、コツコツ努力をする、自分が自分に納得できるような形で成果を残そうとして、誰に言われなくても褒められなくてもやる星ではあります。しかし、褒められたり認められれば、それはそれで嬉しいものです。こうした少しずつ受け取るということを自分に許可していただいて、人からの好意であったり注目であったり、そういったものを受け入れていけると、あなたの人生はとても豊かなものになっています。4月ぐらいに、そのね、冬の時期で、人間的にも周りのね、人たちに人間関係において助けていただくというような機会がやってくると思います。そのためにも、こういう周りの人たちのいろいろなことに気がつける月、よくね、見える月というのは、相手の欠点も見えたりいたします。褒められると嬉しいよというふうに最初にね、お伝えしたように、人はみんな自発的にいろいろとやって、そして言われてからやるのは嫌だなぁと思うところがあります。ですから、見えているけれどもあえて言わないということも、とても人間関係をスムーズにしていきます。正直に相手に伝えた方が相手のためじゃないかというふうに思う方もいらっしゃるかもしれません。心配よりも相手を信頼すること、相手ができるまで待ってあげること、そうしたこともこの1年学べる良い時です。見えたままを伝える、思ったままを伝える、それはあなた自身が見た、あるいは解釈した、判断したものに過ぎません。それが真実のように思ってしまって、正義を振りかざしてしまうと、人が離れていってしまいます。人それぞれ見方も思いも違います。ですから、できるだけその相手の気持ち、何を求めているのかというところに耳を傾けるようにしてみましょう。そうすると3月はイライラが減ると思います。自分と
違う考え方であったりとか、自分と違うタイプの人に対して大体人っていうのはイライラってするもんなんですね。言葉や態度をどのように受け取るかによって気分がだいぶ変わってきます。ですので、そういった言葉や態度だけを見るのではなく、その裏にある相手の欲しいもの、ニーズを見るようにするとですね、自分の感情は穏やかになっていきます。この感情の起伏によって、この1年とても疲れるように思います。ですから、自分の信念やこれが正しいというふうに思っているものが、このあと大きく変わっていくチャンスの一月です。やってあげてる、これも相手のためにというふうに、自分の愛情を押し付けているケースもあるかもしれません。相手はそんなこと全然望んでいないよということもあります。結構人のことをジャッジしてしまいがちで、自分のこともその物差しでジャッジしてしまいますよね。本当によくやっていると思います。ですから、あなたがあなた自身のことを認めて、周りが褒めてくれるのであれば、そのままを受け取り、そしてあなたも周りの人たちにどんどん喜んでもらえるような言葉をかけていきましょう。認めてあげたり褒めてあげたりするような、そんな愛の循環によって、あなた自身の精神的な落ち込みであったり、人間関係の辛さ、あるいはお金の出費なども、これからね、あるかもしれません。そういったものも出すけれども入ってくる、そんな循環を体験する良い一月だと思います。この時期、春らしくちょっとね、明るい色もしてみてください。ピンクであるとかオレンジであるとか、明るい色目の華やかな装いをしていただくと気分が変わってきます。映画を見に行ったり、音楽を聴きに行ったり、エンターテインメントにあなたのなんか才能がね、ちょっとスイッチが入るかもしれませんので、自分が楽しくなるような、そんな時間をぜひ過ごしてみてください。こうして寝る前に聞いていただいて、目をつぶっている時にでも、あなたがどんな人生を送りたいのか、目を閉じればイメージができると思います。今日一日いろいろ嫌なことがあったとしても、深呼吸で吐きながら、その嫌なことを全部吐き出してみてください。呼吸で、はぁーと思いっきり吐いた後、鼻から吸うその新しい空気は、あなたの未来を作り出す新しいエッセンスです。自分を認め、周りを認め、愛と思いやりに満ちた気持ちで、安らかに今日もお休みください。おやすみなさい。